ったんですけども、今回あの飯塚選手ということになって、まあ、飯塚選手に対してはもう僕が新日本に上がるきっかけというか、あのこの野郎新日本っていうところを作ってくれたっていうかね、きっかけになってくれたと思う飯塚選手です。まあ、僕も本当にもう勝ちにも行きますし、あのある意味出てきてくれたことに関して、うん、それは僕が向こうに対してのお返しだなと思ってますし、気持ちを返せるかなと思ってますけどね、はい、いやもう本当にこの4人リング上に揃っただけで、なんとも独特な危険な匂いをもう放っていますね、はい、なんかそれぞれが違う世界も行っちゃってますよね。そうなんですね、はいはい、あそしてどちらが先発か、永田、飯塚、永田が俺だよというふうに指導しましたね、はい、行くよということですね、そして村上、いや笑顔を見せた、掴んでくるぞ、膝からパンチの村上、オープンフィンガーグローブ、肘で返しているのが永田、いや左のフックだ、柴田さん、はい、もうこれしかないんですね、もうのっけからいきますね、ガンガンね、踏みつけ、踏みつけ、踏みつけ、いやどうってことないぞというような言葉も聞こえてまいります、ビッグブーツ。いやここのところですね、この永田の戦いというのもすごいですからね、ちょっとなんか吹っ切れたというか、打ち切れたというかですね、村、はい、上君との戦い、一連の構想でね、永田君の新しい面が出てきましたよね。そうなんですね、それが新日本プロレスの戦いにも還元されています、永田、はい、とにかく 1.4 あの疑惑つきとなりましたシングルマッチがあったんですね、はい、この2人その戦いで足関節を仕掛けている永田、勝利を収めています。永田がそれまで見せたことのないような表情を、ね、はい、披露するようになりましたよね。いや本当に村上がよく見せるあのほぼ白目に見えているような状態といいますか、はいはいはい、どっちかというと、ね、スマートな戦いが、ね、はい、得意だった永田君ですけどね、はい、本当になんかこうキラーというかね、展開というかね、はい、その戦いをもってシングル村上の1勝2敗1引き分けという形になりました。いやどのメンバーどのレスラーが絡んでも因縁が渦巻くカードです。コーナーポストへ膝からミドルキック、村上の動きがやや鈍ってきた、連打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 、もう1ダースほどはいくか、あーこれはレフェリーを突き飛ばしています。ここは永田本来の冷静さを取り戻す。そうですね、ちょっとね、はい、もう今目の前の相手を殴る蹴るにね集中しちゃってますね、はい、終始していますね。これではいけません、永田が村上のお株を奪うかのような踏みつけ、ちょっと飯塚が思わず抑えに行きましたね。そうですね、いやこうしたシーンも珍しい、パートナーを抑えに行くのは本当珍しいですね、はい、まあ、しかし逆に言いますとこれ飯塚の方は冷静さを、そうですね、まあまだ大丈夫ですね。何しろ永田飯塚タッグとして実績がありますね、はい、この二人は2000年ですか、G1 タッグリーグ制覇しています。第2回の戦い、飯塚が出てきています。飯塚と村上、この2人ももうさまざまなストーリーを作り上げていますね、ここまでに。まずもう99年あたり、あの小川橋本戦、はい、戦いからその試合後もすごかったですからね、はいはい、そして遠征です。あ今柔軟さを生かして充実の動きを見せてきました、飯塚と遠征です。お二人のグラウンドのマッチアップというのもしっかりテクニックがあるもの同士、この戦いの中においては一つある不思議なことと言えるかもしれませんね。ひっくり返していきます、遠征井上、いつその狂気の拳、いやもう出ています、出ています、この辺りは大したものですね、飯塚も返していきます、はい、全く引きません。いや逆に押し気味に進めているか、あらゆる、ね、攻めに対応できるように、はい、訓練してるはずですからね。三歩のバックグラウンドもありますね、はい、あ足をひねっていきます、遠征これを回避可能な位置まで、飯塚イブシギンのテクニックと言われます、飯塚隆、まあ、攻めだけじゃなくて守りもねかなりやってるはずですよね、はい、そうですね、はい、
とか切り返しが数々見られました。あ、これは足を噛んでいく。タックルの体勢から頭を支点にして飯塚上にのしかかっていく。重い重いエルボー、あるいはギロチンがあるか。下からの攻め、この辺りは厳しいものがありません。先生井上関節技パンチ攻撃、ガードしてますね、はい、しかし2人ともやっぱりこれかなりうまいですね。そうですね、はい、あ、今最後にでも踏みつけました、はい、それがまあ遠征らしいですね、はい、そして村上にタッチが出されています。村上重い蹴り左右の連打、いや飯塚が逃げ込もうという方向から手を打ち込んでいく。因縁を越えてのタッグ結成となった村上と遠征、そして今膝を打ち込まれている飯塚。おお、これはあ、長谷行きましたね、誘い込みましたね、はい、村上長谷、あーノーガードだ、ノーガードだ、ガードがない、こちらもガードはない、これはすごいね。いやもうなんというパンチ合戦、張り手合戦、互いヘビー級ですからね、はい、一発一発重いんですよね、いやもう本当にグーのこの剣の部分ですね、あえて両方ともガードしないですもんね、はい、顔突き出してきますよね、はい、いやそしてしかしですよ、ひとしきり打ち終えた後、いや打ってこいよと見せるんですね、はい、そんだけかいということでしょうね、はい、この二人なりの流儀があるようにも感じられます、はい、いや驚いた、ものすごい殴り合い、もうそ後先考えてないですね、これその一瞬一瞬のね、はい、闘争本能をぶつけ合ってますね、ひらめきのみでしょうね、はい、いやしかしそれがファイトとしては熱く激しい、熱く激しい、いい方向に向かっているんじゃないでしょうか。いやもう音がすごいですよ、なんというパンチでしょう。左の膝をついたのは永田、ここからは蹴りがある村上、蹴りを返していく永田、同じ技でいきますよね、意地ですか、はい、もう一発、いや蹴りの重みという点でもこれ二人とも譲りません。違うのは村上がグーでパンチというところ、平手で張っていくのが永田ということ、はい、かわしていきます。そして得意のバックドロップがありますよ。おお、これは払い腰、足を買っていきました。リーバーも超気味に入ってますよね、そのようですね、鼻を押さえてますよ、あ本当だ、はい、これ呼吸をさせないということでしょう。村上がまさにプロレスと言いますか、もうこれは殺しのテクニック。そして同時目の体勢、飯塚が出てきた、出てきたが離しません、離れません、村上和成、離しません、本当に離しませんね。いやそしていや飯塚も膝、飯塚もエキサイトしてきましたね。そうですね、マーティー浅見レフィリー身を挺して飯塚を止めましたが、いや飯塚がこの攻撃の中ですね、村上ちょっとダメージがあります。しかしあの永田との殴り合いの、はい、影響もあるかもしれませんね。いやいやもう何発食らってるんでしょうね、お互いね。そうですね、いやもうほとんど数えることはできませんでしたが、グラウンドの体勢からここでもパンチがあります。永田の表情が一層厳しくなってきました。ゴツンという音、頭突きもいきますね、ヘッドバット突き合戦、もう一発、一発で額が割れる可能性もありますからね。いやいやもう体上にね響き渡ってると思いますよこれ、はい、バックドロップ、それには拍手、いやそしてこれだ、アームブリーカーか、腕を、昔猪木がアンドレをこれで仕留めましたけどね、思い出しますね。いやもうこの表情見てください、柴田さん、
ニュー永田の誕生ですよね、これはね。いやもう今一瞬、永田雄二ではありませんでした。鬼でした。恐ろしい。その腕、上げることができませんか、これ村上。しびれてますよ、多分ね、今ね、感覚なくなってるでしょうね。そうでしょうね。はい、なんとか転がって、コーナーまでやってきました、赤コーナー。エンセンとのタッチがなされています。ここは突っ込んでくる。先手を仕掛けるでしょう、エンセン。いわゆるマウントポジションになって、上から持ってるパンチから熱心に逆十字固め、流れるように関節技に持ち込んでいます。こうした攻防、また突っ込んでくるのが飯塚です。なんかエンセンが冷静に見えませんか。珍しいですね、これはね、はい、一番クールに戦ってますよ、はい、戦況を見てますね、ちゃんとね。そうですね、10分が経過しました。いや何しろもうエクスプロイダーの体勢、あっという間に勝負が終わるということはありませんでした。ここからフロントのチョーク、エンセン、使います。もうこうしたプロレス流の戦いというのももう得得して優しいですね、はい、エンセン。エン選手も、ね、どんどん試合出てきてほしいですね。ああそうなんですね、はい、ああ今これは力技、投げていった永田がカバー、キックアウトしています、エンセン井上。エンセン取ってこいと選手会長飯塚、スパンでドロップキック、上がってきます。もう整える前ですからね。そうですね、もうやっぱりダメージかなり来てると思いますよ、そろそろね。あれだけやってますからね。やっぱり永田との殴り合い、柴田さんからもうその場その場だろうという、はい、野生の殴り合いがありました。ちょっと腰に来ちゃってる感じですね、村上君ね。そうですね、はい、あ、今急所打ちか、はい、聞こえましたか今。そうですね、元気まだ残ってますね、失礼なこと言っちゃいましたかね、はい、どうやってやるんだよという、はい、テーピング外してね、はい、外してますよ、裸の拳でいきますね、はい、いやもう明日のことなどお構いなし、いや1分後10秒後のことはお構いなし、出てきます永田。いや本当喧嘩になってきましたねこれね。あちょっとあれに荒れてまいりましたよ、エンセンも来た来た、4人がマット上、見境なくなってきたよこれ。あ大変ですね、浅見レフェリーが突き飛ばされていますが、今もなんとか仲裁割って入ろうとします。村上と飯塚、いや柴田さんちょっとこれ嫌な予感がしてきましたね、はいはい、顔面かきむしりを見せている。あゴングがランドされた、どういうことだ、ノーコンテスト、はい、12分17秒引き分け、仕方ないかもしれませんね。もうちょっと試合に ならなくなってきましたか、はい、村上に飯塚が変わらず仕掛けていきます。やっぱりと言いますか、はい、熱くなりすぎましたね、両チーム。おめえの答えには負けてるんだけど、おい、俺はね、俺、心臓プレゼンしてお前に見たぞ。ほう、まだ長田があるか。お前がそういう思いなら、俺は何だかの子供に戦ってる。柴田さん、はい、これ2人なりのプロレスへの愛から出た言葉だと思うんですが、はい、どうでしょう。まあ、前田発言も、ね、ありましたから、はい、それぞれが、ね、はい、プロレスに対する考え方とか、ね、はい、問われるものがありましたのでね、はい、自分の信じるプロレスというものをアピールしたんじゃないでしょうかね。